あかん、もう絶対絶命の大ピンチや。観念してみよう。ますますややこしい展開になってきたで。おい、一体どうなってしまうんや。青春アドベンチャー。俺の名前はジャック・カザノバ。美貌の騎士レオンド・ボーモンと再会して、サンジェルマン伯爵の実験室に乗り込んだまではよかったんやが、レオンは銃で撃たれて手術台の上や。なんと伯爵はレオンを男と女の両方の性を持つ妖精武勇の体にする気なんや。そこに国王ルイ15世とコンパドール夫人が現れた。
爵が勝てば騎士はやる。実験でも何でもならないよ。冗談じゃない。勝負をぜひ剣で勝負を。その怪我では無理であろう。それに竜の目の前で人が死ぬのはもうたくさんじゃ。カードじゃ、カードが良い。君が勝ったらもう一度逮捕してやる。その望みは逮捕じゃない。よかろう。あと一人。おお、そうそう、君がいた。カザノバ。私は得意だ。君も入るじゃない。入るというても、俺は手も足も。僕を組んで、踊らないの。今、陛下が来るのか。誰かに。それでは陛下、ゲームコメットが大殿を訪れるというハデー彗星にちなんで命名したのじゃ。では始めると、皆の者席に着くのじゃ。要するに決め事に従って手札を場に出していくゲームやな。さあよ、一番早く持ち札のなくなったものが勝ちじゃ。デオン、伯爵、カザノバと。な、下にカードを押しとく。その札は不要であるぞ。せやけど、エースにジョーカー言うたら切り札やないですか。エースもジョーカーも無用。このゲームの切り札は9なのじゃ。この札でこの場の決め事が全て無効となる。これぞ我がコメットの真骨頂。知っていたいな。俺は何としてもレオンを勝たしてやらなあかん。けどレオンと俺との間にはサンジェルマン伯爵が座っとる。レオンに都合のいい札出してもすぐに伯爵が妨害の札出してきよる。なんや、また逆回りかいな。伯爵、さっきから自分根性悪いで。これは思ったよりも面白い。世の一人勝ちになるかと思ったが、さあにあらず。伯爵と風の場君の駆け引きで戦局が全く読めなくなった。次は世の番じゃな。クローバーの5、クローバーの8。これで最後の1枚だ。ええで、レオン、その調子や。このゲームは最後の1枚になってからが難しいのだよ。パスを重ねていくと手札が読まれてしまうからね。パス。俺もパス。クローバーの1、私も1枚になりましたわ。ほう、なかなかやるではないか。でも、私の勝手が望みの回復なんなりと申してみよう。本場の夫人、僕も見よう。俺とサンジェルマン伯爵の方は、そのうち自由に見えて見逃さんか。伯爵の裁判にかけた。その口ぶりは確かにそういうとか。国王は嬉しさにうなずいた。よかろう。伯爵の不法侵入の噂がどうか、火にあぶって確かめたいと思っておった。俺は思わずサンジェルマン伯爵と顔を見合わせた。ポンパドール夫人は伯爵を裏切った。シャトール夫人の撲殺を国王が知っておかれる。もはや伯爵をかばう必要もないっちゅうわけや。異端審問の裁判にかけて矢振りの刑にしてしまう気や。女は止まんで。ならばこのカードで逆回り。